皆様に訴えをさせていただきます。そして間もなくです、間もなく吉村博文大阪府知事、もう先日の選挙で非常に皆さんにお世話になりました。ありがとうございました。本当に皆様のおかげで吉村博文知事に挙げさせていただきました。テレビでもねご覧いただいていると思うんです。その吉村博文本人がこちらに参りまして、この榎内聡の応援に入ってまいります。今本人がですね助けをかけまして皆様にご挨拶をさせていただきます。もう間もなくでございますが、吉村博文本人です。この吉村博文テレビでねご覧いただいていると思うんですけれども、榎内聡吹田市候補、皆さんにご挨拶をさせていただきます。皆様こんにちは。本当に、お楽しみ中どうもすみません。私は大阪維新の会、吹田市長候補の榎内聡と申します。いよいよですね、明日がですねこの吹田市長選挙の投票日です。まあ、市議会議員選挙も一緒にやって、本当に連日ねやかましかったかなと思って、本当に申し訳ない思いもするんですけれども、しかしですねいよいよこれも今日まで、ありがとうございます。もうしっかりとこの吹田市役所今変えていきたい、そんな思いでこれ私この度市長選挙に挑戦をいたしてまいります。もう今ですねこの吹田市やっぱりちょっと改革をねしていかなくちゃいけないんです。本当にこの吹田いい町ですけれどももっともっとこれいい町にすることができる。今この吹田市はですね、市民の皆さんが本当にこのね、まあ、優秀でと言いましょうか、頑張っていらっしゃって、そのおかげで本当にこれ税収が増えてる。1人当たりの住民税支払額は今なんと大阪府下でトップ。市民の皆さんはですね今大阪で一番これ税金をお支払いになっていらっしゃるわけであります。それだけ皆さんたくさん税金払っているのに、じゃあ私たちの市民サービス、まあ、特に子育て教育、そういったですねお子さんのサービス、まあ、これもですねじゃあ一番税金払ってるんだから大阪で一番だぞと、まあ、自慢できるほど素晴らしいこの吹田の市民サービスの状況かっていうと、まあね申し訳ないですけど、まあ、ぼちぼち、まあ、悪いとまでは言いませんけども、ぼちぼち今ねもうすぐ吉村博文大阪府知事この場にやってまいります。例えば吉村さんこの間まで大阪市長やってたじゃないですか。大阪市と吹田市、これお子さんのですねこの住民サービス比べてみても随分これ違うんです。やっぱりねこれ自治体のトップが変わればこれ随分違うんだなということ本当に分かります。例えばお子さん出産される時のですね妊婦健診の助成、この公費助成の金額だって大阪市と吹田市これ比べたら大阪市の方がずっとずっとこれ充実をしてます。あるいは、お子さんの医療費助成、子ども医療費助成、吹田市は例えばこれね、中学校卒業まで子ども医療費助成今受けれるようになってますけれども、吉村さん頑張ってた大阪市ちゃんと改革でこれ財源を生み出して、これを高校卒業までこの子ども医療費助成を受けれるようにしてる。まあ、そんなふうにですね改革をちゃんとやっていけば、私たちのこの市民サービスこれをですねこれもっともっと増やすことができるわけであります。まあ、そういったこともあれば、まあ、例はね本当にこれたくさんあります。あるいはこの塾代の助成金、そういったことだって大阪市はやってるけども吹田市ではやってない。さらに言えば例えば学校のですねこの教育機器の整備状況とかだってそうですよ皆さん。例えば皆さん新聞とかでご覧になったことあるかと思いますけれども、これから学校でねこのプログラミング教育とか、まあ、これからの時代この IT スキル、まあ、それはもうこの時代の必須のスキルになってまいるわけであります。まあ、そんな中で学校のそういう IT 機器、パソコンとかタブレットとかの整備状況、こんなの比べたってですね皆さん吹田市の学校と大阪市の学校この整備状況これ2倍ぐらい開きがあるんです。なんでこんなことになってるかっていうと、ちゃんと改革で財源を作り出して、そしてですね、今来てくださいました吉村博文大阪府知事でございます。そんなふうにですねこれちゃんと改革で財源を作り出せば、お子さんたちのですね支援もっともっとこれしっかりとできるじゃないですか。そんなふうにですねやっていきたいっていうのが私榎内の考えなんです。そのためには今吹田市役所やっぱりこれ改革しなくちゃいけない。市長さんの退職金が大阪府で一番高い、やっぱりそんな状況を変えていかなきゃいけないし、あるいはこの部長さんとか次長さんとかそういう役職者、まあ、ポストの役職者の方もですね、例えばお隣の豊中とか、あるいは同じ規模の高槻なんかと比べたらね、皆さんずっとずっとこれ多い、2倍ぐらい多いんです。例えばそういうところをちゃんと改革をして、皆さんの子どもたち、次世代の子どもたちの
子育て、教育、そういったところにちゃんと改革で財源を生み出して回していけるように変えていきます。私は大阪維新の会、この度挑戦しております市長候補の榎木内聡と申します。明日がですね、皆さんいよいよ投票日でございます。吉村博文1位来てますのでマイクを変わらせていただきたいと思います。皆さんこんにちは、大阪府知事の吉村です。こんにちは、ありがとうございます。知事の吉村です。ちょっと前、2週間前だったんですけど、本当に皆さんありがとうございました。知事選挙、まあ厳しい選挙でしてね、相手方も自民党、公明党、民主党、共産党、まあそれ以外組織全部相手、本当大変な選挙でしたけども、本当に多くの大阪の皆さんにお支えをいただきまして、そして今この場に立つことができてます。本当に皆さんありがとうございます。感謝を申し上げます。それでいよいよ、まあ明日が吹田市長選挙の投票日、僕自身も大阪市長3年半やりましてね、思うんですけど、市長が変われば町は変わります。これは僕は橋本さんの時からそうだったんです。橋本さんと僕で大阪市役所だいぶ改革してきました。でも10年前の大阪市役所もひどかったんです。天下りはやりたい放題、バスの運転手さん、市バスの運転手さんの給料は1000万円を超える、もう大変な状況、職員の皆さん給料 1.3 倍、むちゃくちゃでした。それからね、大阪市長には退職金となったんです。高い給料以外に退職金、なんと4年で4000万円も退職金があったんですよ。大阪市長の退職金、おかしいでしょ。こんな民間会社ありません。橋本さんの時に8割削減で、僕の時にはもうおかしいからなくしました。ゼロです。それで改革で財源を生み出してどん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 やりましたよ。子供たち今目の前にいますけどね、大阪市では3歳児から5歳児までの幼児教育は無償です。でこれは改革で財源を生み出したんです。徹底的に若い世代にドーンとやりました。増税することなく改革で財源を生み出したんです。ぜひね、これを吹田市でもやんなきゃダメだと思うんです。で今吹田見ると聞くと大変な状況ですよ。今大阪府下で一番税金、市民の皆さんが一番税金を納めているところはどこだと思う、ご存知ですか。一番税金を納めているのは吹田市民の皆さんなんです。そうなんです、って言ってるでしょ。本当そう、大阪府下で一番税金高い、一人当たりの税金一番高いのは吹田市民の皆さん。そしたらね、分かったと。じゃあ住民サービスも大阪で一番じゃないとおかしいやんかと。一番税金を納めてるんでしょ。でも大阪市ではね、改革で財源を生み出して子供たちの幼児教育無償でしょ。中学校の塾代のバウチャーっていうのもやってます。現金で渡してないですよ。現金で渡してお父ちゃんとお母ちゃんにパチンコ使えたら困りますからね。バウチャークーポンで渡してます。それから待機児童は今大阪市一番少なく減らしました。徹底的にやったんです、待機児童対策。それから小中学校のエアコン設置もガーンとやりましてね、予算の7倍から8倍増やしました、子どもたちの予算。要はこれから高齢化社会になっていく中で、高齢者の皆さんもお支えし、そして町を元気にするためには子どもたち、孫たちの世代が元気にならないと町は元気になりません。現役世代が元気にならないと町は元気にならないんです。だからそこの予算をドカーンと増やしました。でも借金はものすごい減らしたんです。1兆5000億円、橋本さんと僕で減らしました。過去20年間で一番少ないぐらいまでの借金に減らしてきたんです。でも吹田どうですか。市民の皆さんが払う税金は一番高い。それだけじゃありませんよ。もう一つナンバーワンがあります。市長の退職金、大阪市長の退職金4000万だったでしょ、なくしました。今大阪府下で市長の退職金が一番高い都市は吹田です。3000万円、4年で3000万円の退職金ですよ。誰が払ってるんですか。市民の皆さんです。市民の皆さんが納税して一生懸命お仕事して払ってるんです。おかしいじゃないですか。税金は一番高く払って、そして市長の退職金が一番高いのは吹田市。じゃあ吹田の住民サービスはどう考えても大阪ナンバーワンじゃなきゃおかしいんです。そのお金どこに流れてんの。役所に流れてるんですよ。市長が退職金一番高いようなとこだったら、どん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 役所は膨らんでいきます。これは僕が市長だったからよくわかる。要はね、なんで僕も市長の退職金4000万ゼロにしたか、 40% の給料削減したかといえば、これは役所の無駄遣いを徹底的になくす。これをやるためにはまずは市長がやんなきゃダメなんです。じゃないと役所は膨らみます。
大阪市の予算はもう2兆円ぐらいなんです。だから市長の退職金削ったって金額は知れてる。でも大阪市の職員は2万人いるんです。無駄遣いをなくす、天下りをなくす、それだけで財源が生まれてくるんです。これをやりました。ぜひね、吹田が全く進んでないの、これおかしいです。市長が変われば町が変わる。ぜひ江ノ木さんにやらせてもらいたいんです。皆さんの力で、ね、ぜひ江ノ木さん結集させてください。で、大阪の大きな成長は松井さんと共にやっていきます。まあこれから大阪どんどん成長しますよ。2025年の万博も誘致できました。大阪府と大阪市が二重行政やめて大阪の成長戦略をドカーンとやれば、これは大阪ってのは成長するんです。2025年の万博も誘致できました。中小企業の皆さん、それに見かけて一生懸命やろうと今なってます。それからちょっと離れたベイエリアもね、東方型リゾートの IR っていうのが来ます。民間投資1兆円、もうすごいことになってきます。それから万博来るから、この吹田の万博公演もね、あれも民間でやろうっていうのをやっていってるんです。ものすごく良くなってくると思います。大阪城公演、今3年連続入場者ナンバーワン。なんでか、役所でやるのやめたんです。民間の管理に任せたんです。これまでは大阪城公演税金使って4000万使ってましたけど、今は逆に2億円もらってるんです。そのもらった2億円で医療教育福祉措置を増やしてるんです。市営地下鉄の民営化もやりました。あの民営化をやることで、昨日もニュース出てましたけど、顔認証で改札機を顔パスできるように、そんな感じになってきてます。トイレもきれいになってきてる。それだけじゃありません。民営化することでなんと税金をこれから納めてもらいます。なかったんです。その額なんと年間100億円です。この100億円を使って医療教育福祉を充実させる。まさにそんなことをやっていくんです。要は役所が太ってるだけじゃ住民サービスが増えてきません。市長が覚悟を持って無駄遣いをなくしていく、そして吹田の町を成長させていく、その覚悟が必要です。今の市長さん、吹田の市役所の職員からこう上がって市長になってますから、まあズブズブですよ。天下りも復活しましたからね、吹田びっくりしました。それ聞いて、全国一天下り多かったのは大阪市だったんです、昔。でも僕と橋本さんで徹底的にやりました。だって皆さんが税金払ってんだから、天下りの給料そんなおかしいやんかっちゅうでやめました。全国で一番天下り厳しいのは今大阪市なんです。 70% なくなりました。逆に吹田は増えてるんです。なんですかそれ。税金は皆さんが一番、大阪府で一番たくさん高い金額を払っておきながら、吹田市長の退職金は大阪でナンバーワンの高額3000万円、それで天下りが増えてる。そりゃね、吹田の町なかなか元気になる力あんのにもったいない。市長を変えなきゃ。これがチャンスです。明日がチャンス。チャンスは1回しかありません。4年に1回しかやってこない。ぜひ、10年前の大阪市役所もむちゃくちゃだった、変えてきました。この吹田市役所もこの天下りが増えてるようなところもやめて、ぜひ江ノ木さんにお願いをしたいんです。もう真面目でね、江ノ木さん必ずやってくれますよ。ぜひ皆さん、吹田市長に江ノ木さんもよろしくお願いします。ありがとうございました。江ノ木さん、大きなマイクですいません。もう公演の中でね、大阪の大きな成長、松井さんでありますけど、皆さんに身近なサービスを決めるのは市長ですからね。ぜひ皆さん、江ノ木さんもよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんありがとうございます。大阪維新の会市長候補の江ノ木聡、今ですね、吉村知事と江ノ木候補、皆さんのもとに行かせていただいてます。ぜひですね、この2人にまた皆さんのお力をいただければと思っております。あの順番に写真とか撮らせていただきますので、ちょっとまあ混乱せずにお願いします。大阪維新の会吹田市長候補江ノ木聡、そして大阪の知事吉村博文、今揃って皆様にお伝えさせていただきました。ぜひですね、明日が市長選挙投票日となります。あ、これは変えないとダメだなと思った皆さん、明日お出かけになるようでしたら、ぜひ市役所、今日もですね、夜8時まで期日前投票やってます。南千里と、あと、千里丘の泉屋でも期日前投票やってますんで、ぜひお越しいただいて、本当に吹田市、この江坂公園じゃないですけど、本当にいい街です。これ税金の使い道をもっと変えていったらですね、本当に今以上に住みやすい、本当にいい街に変わっていく。本当にこれ皆さんのお力があったら変わるんです。今日ですね、チラシの方もお配りさせていただいてますけど、これ裏面見ていただいたらですね、大阪市と比べて、あ、こんなに吹田市
劣っているのかと。大阪市の方が今、吉村知事になりましたけど、市長、本当に頑張ってですね、皆さんの住民サービス、先ほど言ってた子供の医療、しっかりと上げていきます。ぜひ皆さんのお力、江戸川公園にお越しの皆さん、本当にですね、皆さんのお力があって、ここまで10年、大阪の改革、大阪の成長を進んできたんです。ぜひ明日、吹田も変わっていくための4年に1回のチャンスが、明日、市長選挙の投票日なんです。ぜひ皆さん、明日ですね、ここにいる吉村知事、そして NPG 聡、この2人にですね、お力いただいて、明日名前は江戸球です。吉村って書かないでくださいね。江戸球内聡、江戸球内聡がですね、ツイッターのことは責任持ってやっていきます。皆さんよろしくお願いします。本当にですね、ツイッターいい街です。でも吉村知事も言ってましたけども、住民税が大阪府下で一番。でももう一つの一番何かって言ったら、市長さんの退職金。皆さんですね、今日お休みかと思いますけど、平日本当に頑張って働いていただいて、お金で税金がですね、どんどん市役所に吸い取られて、市役所が疑わせている、こういうのを体験したいというのが、ああすいません、よろしくお願いします。ありがとうございます。大阪の市に、吉村君に、そして皆様にお伝えさせていただきます。本当にあの大きなマイク、せっかく皆さん楽しい時間に耳を傾けていただきます。本当にありがとうございます。大阪市の会長候補、ありがとうございます。ぜひ皆さん、明日の投票日、江戸球地、吉村知事と共に頑張っていきますので、ぜひ明日、皆さんよろしくお願いします。大阪維新の会、市長候補、江戸球地聡、よろしくお願いをいたします。大きなマイク、本当にご理解、ご協力、ありがとうございました。